なんかでもなんかね、戦国の世みたいだなと思って、今。戦国の世ですか。その幕府が、鎌倉幕府があって、はい。室町幕府があって、こう、権力が一つというか、少なく権力が集中してた時代があったのが、それが要は、トップの権力がなくなって、みんなにバラバラに権力がいって、戦国時代っていうのが始まるわけでしょ。だから、メディア戦国時代みたいなことだよね。テレビに力があった時代から YouTube とかができて、ネットができて、どんどんこの権力というか、影響力が分散していってて、今だからそういう意味ではメディアの戦国時代みたいなことなんだろうね。より武将は多いけど。その中でまあオンラインサロンができたりして、ちょっと集まったりもしているけど、やっぱり個々の武将が増えて、一極集中じゃなくて、こう力を持った武将がどんどん増えていってるみたいな状況なんやろなっていう。だ、これをまとめるのはまた信長みたいな人が出てきてまとめはるのかなとか思ったりする。メディアの信長がね。っていうことはやっぱり鬼畜な人っていうか、ちょっとやっぱすごい力でねじ伏せる人が多分どっかで出てくるんだろうね。戦国時代、まあ、まだまだ戦国時代始まったばかりだ、当分戦国時代は続くやろうけど、そっから今度信長が出てきて、結構強引に国をまとめてみたいな、カリスマ的な人が、狂気もはらんだ。そういう人って、そういうのが出てきてまとめていくんやろな。きっと。じゃないと、このままじゃ無理やもん、多分。もう気が抜けない社会になってしまうから。なんかそんな気、そんな、あるんじゃないかな。